こんにちは、平山茂です。今日は6月18日金曜日でございます。現在時刻は5時を回りました。皆様本日もお疲れ様でございました。本当にお疲れ様です。さあ今日はですね、私のおすすめの一品を紹介したいと思います。こちら見えますか？味自慢、こちらスルメスティック、まあ、いわゆるあのイカそうめんっていうやつなんですけれども、こちらがですね実に美味しい。これどこに売ってるかと言いますと、ドンキホーテに売っております。あのイカそうめん、まあ、もちろん皆さんご存知だと思うんですけれども、あの私も大好きでイカそうめんよく仕事中に食べてます。コンビニで買ってはね、もう食べながら仕事してるんですけども、あのちょっとねコンビニの売ってる量ではね、もうちょっと物足りなくなってきまして、ちょっとね大容量のやつが欲しいと思いまして、ちょっとドン・キホーテに行ってきました。そしたらこういったものが売ってたんです。これ 90g 入ってます。わーイカ、あーイカ本当に美味しいです。もうあの細かい説明は特にしませんけれども、まあまあ実際どういうものかっていうとね、まあこういうもう本当にシンプルにイカのそうめん状になってるやつです。イカのねこれどこの部分かって僕も知らなかったんですけど、調べましたらイカのこの上の三角の、まあ、耳と言われる部分、ここをこう細かくスティック状にスライスしたものをまあ乾燥させてるということなんですけども、これはねあの本当に美味しいんです。本当に今すぐ食べたいんですけど、あとこれねいろいろ使えるなと思ったのは、保存食としてもね使えますし、本当にいいんじゃないかなと。改めましてイカそうめん、イカそうめん美味しいし保存できるし、カロリーもそんな高くないし、もういろいろ最高じゃんっていうお話でございました。さあちょっとね食べずにちょっと一回置きます。さあ金曜日終わりました。皆様本当にお疲れ様でございました。まあ明日明後日ね週末お休みという方は、本当にゆっくりゆっくりリフレッシュね、ゆっくりされたりどっかお出かけしたり、とにかくリフレッシュしてですね、また来週に向けてまたパワーを貯めていきましょう。まあお仕事の方はそれなりに頑張りましょう。それなりに、大丈夫ですから、大丈夫ですから。あ、バイトの時間だ。まずい。バイトの時間だ。こんなことしてる場合じゃなかった。さあ、ということで、私はちょっと今から出動でございます。皆様、また明日お会いしましょう。ということで、大丈夫ですからね。大丈夫。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。出動。平山、行きます。配達。